はい、こんにちは。札幌占い美容室浜頭の後藤です。今回はなんかメッシュっぽいんだけどメッシュじゃないみたいな、なんか自然な感じの方が多分いいと思うんです。今日前髪カットとそのグレージュの、今日ダブルカラーかな、1回じゃちょっとできないので1回ブリーチしてからダブルカラーで2プロセスに今日はなると思うんですけど、2プロセスにして1時間ぐらいで終わるかなと思います。結構矯正やってるから上がりづらいなっていう気がして、毛量もちょっと多いかなっていう感じですね。かなりオレンジっぽく一回なるかなと思うんですけど、ムササビを混ぜてちょっとダメージを軽減しながらブリーチを全体にしていきたいと思います。まず前髪を切ります。はい、で今上がってきまして、はい、でヘナウォーターとヘナジェルをつけて、トリートメントしていきたいと思います。はい、これヘナウォーターですね。結構今回髪の毛がツルツルになるような成分をちょっと、プラスしまして、これと、だとこのヘナジェルですね、ヘナウォーターとヘナジェル、こちらを使っていただくと、2つの効果がですね結構こう合体してくれるので、プラス新しい成分をちょっと今回新しくリニューアルで入れたんですよね。でそれが、毛髪を丈夫にですね、させてくれる成分なので、かなり、あと癖毛を抑えたり、癖毛も取れたりとかですね、あと広がりを抑えれたりとかっていうこともできるんで、いろんな髪質に合います。でちょっと彼女の前髪を最初に下ろしちゃった方がいいと思うんで、前髪を下ろします。大丈夫ですか？はい、ちょっと前髪乾かします。で皆さん前髪ちょっと今時間なくてあんま説明できないですけど、前髪分かりやすかった、5年間ずっと前髪作ったことなかったんですけど、ヘナジェルをここに直接つけて地肌につけてください。そうすると割れ目取れます。そう、ヘナジェルとヘナウォーターですね。だから特にヘナジェル、癖取るときはヘナジェル直接地肌につけちゃって、ちょっとテンションかけて乾かせば根元の癖取れます。結構割れてたんですけど、このぐらい取れてるんで問題ないかと思います。で取る、見えないようにする。いいんじゃない？めっちゃいいです。いいね。 OK、